1930年頃の広島市。右上の沿江側の鉄道橋が大津口橋梁。寺町付近から東方向を望む。左上から2番目の橋が大津口橋梁。大津口橋梁原橋車平和橋は広島県広島市の沿江側に架かる道路橋。なお本港では1986年まで当地にあった旧国鉄内線の鉄道橋。 大須口橋梁についても述べる。旧国鉄宇治線の鉄道橋梁と人道橋が存在していた場所に廃線ごとし計画道路が建設され、現在の車道と歩道からなる道路橋に掛け替えられた経緯を持つ。広島2 0 4 5平和と創造の町事業により作られた構造物の一つであり、岸和夫デザインによる。 橋中間部の張り出したテラスやウッドデッキ風の歩道が特徴的。広島市道段原カニや千筋の橋であり、北詰めには松田スタジアムがあるため、プロ野球開催時には混雑する。スタジアムと市中心部を結ぶシャトルバスもこの橋を通る。上流に広島市道七三カニや千筋の対象橋、下流側に東大橋がかかる。左岸詰めには、 広島県道164号広島海田線が、右岸側には、七山が広がる。1894年、広島駅から、宇治河口に向けて、陸軍省の委託により、山陽鉄道が軍用線を建設することになり、沿江川を渡る大須口橋梁が、同年8月に仮設橋として架橋された。付近の橋梁としては、対象に入り、上流に、 大正教が昭和初期に入り東大橋がかかる。1945年8月6日、原爆被災。爆心地から約2.52キロメートルに位置したが、被害はなく、避難者が七三方向からこの橋梁を渡って、大須地区へと逃げていった。当日宇治な線は、宇治な南段原間で負傷者の輸送が行われた後、その列車編成がこの橋梁を渡って、 広島駅の機関区に帰ったという。翌7日夕刻には、宇治那線の初列車第437列車が通過している。終戦直後の1945年9月17日、枕崎台風により、大須口橋梁の一部が流出したため、十数メートル下流に橋梁を新設して、宇治那線の軌道が一設された。旧橋梁の位置には、1948年、 急強の橋脚を利用して幅1.5メートルの人道橋、平和橋が架けられた。1986年に旧国鉄路の線は廃線となり、それに伴い軌道は撤去されたが、人道橋はそのまま地元住民の生活道路として使用された。1995年被爆50年目の節目西が推進した優れたデザインのインフラを整備する、 広島2045平和と創造の町事業において平和橋を人道橋から岸和夫がデザインする道路橋に掛け替えることが決定した。人道橋に併設する形で2002年6月17日に現在の橋が開通した。その後人道橋は撤去された。関連リンクありがとうございます。